岡崎修平と言います。今日は私が所属しているネクストベースの筆記力測定というプロダクトを使って、私とこのアカデミー生の3名の筆記力を測定してみたいと思います。よろしくお願いいたします。川崎フロンターレ U18 ミッドフィルダー平内一成です。よろしくお願いします。川崎フロンターレ U18 ミッドフィルダーステンパールガヒロトです。よろしくお願いします。川崎フロンターレ U18 フォワード本田太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この筆記力測定はこのスマホを使って行います。実はこのスマホの中に、富士通の骨格分析 AI が入っていて、超高精度に筆記力を分析できるんです。この AI は体操の世界選手権で唯一公式採用されているほどの高精度な技術で、世界トップクラスの体操選手のすごい技を映像から分析して採点することができるんです。ということで早速筆記力測定を分析してみましょう。皆さん何球かずつ蹴っていただいたと思うんですけど、実際どうでしたか？そうですね、やっぱり緊張して自分の実力出せなかったんですけど、すごく楽しかったです。僕はちょっとまあ力みすぎてボールの当てどころしっかり捉えられないと思ったんですけど、まあ、思ったよりいい捉えできたんで良かったと思います。自分はもうちょっと速度が出るかなと思ったんですけど、あまり見なくてちょっと悔しい気持ちがあります。いつも普段蹴ってるよりもあんまり蹴れなかったかなっていう印象、キックした分析が出てきますので、それを見ながら、みんなで思ったより良かったかなとか、ちょっとやっぱり予想通り悪かったかなとか、見ていければと思います。ではこのキック力って科学的に見て何なのでしょうか？アナリストの山形さんに解説してもらおうと思います。山形さん、はい、よろしくお願いいたします。今日ですね、解析させていただいた皆さんのキックというものが一体どういったものだったのかというのをこれからご説明させていただきたいと思います。ボールは遠くへ蹴るということも、早く蹴るということも、スポーツ科学的には同じです。で、ここでさらに一番大事なのが、この後、皆さん結果見ていただきたいと思いますけれども、スイング速度というものが一番大事になります。スイングの速度っていうのはさらに練習とか、例えばフォームとかで変えることができますので、自分の努力で変えることができるという意味でも非常に大事な要素になっています。それでは測定の結果が出ましたので、皆さんに早速測定結果を見ていただきたいと思います。まず1番目に蹴っていただいたステンパー選手から、数字の方を見ていただきたいと思います。スイングの速度が 93.9 キロ、ボールの速度が 114.8 キロということで、先ほどスイングの速度すごい大事だよというお話にさせていただいたんですが、実は高校生平均 80.6 キロです。でステンパー選手 93.9 キロなので14キロぐらい、高校生平均でいうと早いです。さすがです。ありがとうございます。でさらにボールの速度が 114.8 キロで、高校生平均で言いますと89キロぐらいなので、これも、20キロぐらい上に出ています。インパクト効率というところで言いますと 1.22 ということで 1.2 を目安にしましょうと私ども言ってるんですが、これうまさの指標です。スイングした足の速さがボールにうまく伝えられているかという要素にもなりますので、上手な場所で蹴れているかというところも非常に高い要素を持っていらっしゃるということで、さすがでした。続いて平内選手、平内選手もすごいです。スイングの速度 90.6 キロ、でボールの速度が110キロということで、これも先ほど言ったように高校生平均からすると非常に高い、10キロ以上上です。ボールの速度も20キロ上ということで、やはりさすがフロンターレのユースの選手だなと思います。
で、先ほどのセンパ選手と同じで、やはりインパクト効率も 1.2 ということで、非常に上手に蹴っていらっしゃいます。ですので、実際に持っている自分のスイングの、力をそのままボールにうまく伝えられているなということが、測定結果からもわかります。このままどんどん練習して、さらにさらにうまくなってください。で、本田選手です。本田選手は、3人の中で一番スイング速度が速かったです。98.3 キロです。スイング速度大事というお話させていただいたんですが、今日の測定だけで言いますと3人の中で一番速かったです。ボール速度も 111.0 キロということで、111キロということで、これも高校選手からしても速いんですが、お二人と違ったのが唯一インパクト効率というときが 1.13 ということで、他の2選手は 1.2 を超えていて、女選手だけ 1.1 台ということなんですが、これいいとか悪いとかというわけではないんですが、スイングの速度がこれだけ大きい高い値を示している中、ボールをもう少し本当は早く蹴れたはずなので、ちょっと蹴ってるシーンでもね、ちょっとミスったかもっていうような発言もあったと思うんですが、もう少し本当はうまい位置に当てられたんじゃないかということがデータからも分かってきます。だから本当はもっと試合とか練習でもっともっとちゃんうまいキックができてるんだと思うんですが、今日はそういったデータだったんですが、体感と多分合ってたんじゃないかなと思いますね。で、最後Jリーガー、元 Jリーガーの赤崎さんですが、これもさすがです。スイングの速度がなんと驚愕の 106.3 キロということで、僕は何回も赤崎選手を測らせていただいてるんですが、こんなに頑張って蹴ってくれたのは初めてなんじゃないかなと思うんですけど、一言なんかいただけますか。ありがとうございます。100キロ超えです。ありがとうございます。はい。さすがでございます。で、ボールの速度もですね、111.6 キロと、半年ぶりにボールを蹴ったとさっきですね、実は言ってくれてたんですが、とてもそうは思えないボールの速度を出ているということで、ストライカーらしいですね、このスイング速度が速く、どんな局面でもですね、100キロを超えるようなボールを、蹴っていくというようなことは、やっぱり、引退された後でもですね、失われてないなっていうのが、数字からも分かってきました。はい。今、数値の感想と、スイング速度だったり、大事なポイントを、説明していただきましたけど、それぞれの感想を聞かせていただければと思います。どうでしたか。そうですね、やっぱ日頃から結構筋トレとかはしてるので、筋肉には結構、自信はあるので、思ったような結果が出てすごく良かったです。僕はインパクト効率も結構ちゃんと出てて、そのボールのスピードもちゃんと出ていたんで、そのスイングのスピードっていうのをもっとトレーニングで上げていくことで、より強いシュートを打てるようにできたらなと思います。僕はステンパー選手とは逆にスイング速度は出ていたんですけど、インパクト効率とかが出ずに、球の速度がちょっと遅くなってしまったところがあったんで、もっとインパクト効率上げて スピードも上げられたら試合でも活躍できると思うので、そこは意識していきたいと思います。このキック力測定は6月2日に開催されるフロンターレ SDGs ランドで体験できます。ぜひ動画を見てくれた皆さんも会場でキック力測定を試して、僕たちのスコアに挑戦してみてください。来てねー。